はい、皆さんこんにちは。横山和樹でーす。またこのなんだっけ、なんとかビルダーやっていきたいと思います。近い。はい。あ、なんかちょっとカツラっぽくなったね、これ。白い線が、白い線となんか頭一箇所だけ黒い。確かに黒い。はい、じゃあ皆さんやっていきましょう。はい、この間は家作りました。庭も作りました。で、ちょっと見てないところで、家の前がね、なんか、いきなり水辺になってて、うん。ちょっとここら辺だけ埋めました。うん。じゃあそんなとこです。じゃあ、牧場でも作りますか。はい、今回は。ね。ここら辺から白い柵を、ここら辺で。で、動物放し飼いにして、どうする？どういう感じにする？小分けの部屋にするか、もう大部屋1個にして、そこに全部動物入れるか。そうですね。どっちがいいかな。一応柵だけちょっと用意しておく。でね、探したけど、フェンスのその、入り口？ゲートがないんですね。ゲートがないんだよね、この中にね。うん。探し方が悪いとダメだ。なんか代わりに工夫できればいいのかもしれないんですけど、難しいという。ちょっとね、あれ、なんかこのフェンス、あ、それ白いフェンスですね。まあいいや。じゃあ白のフェンスで、こうね。あ、じゃあこれとりあえずこのフェンスが囲って動物入れるとこまでカットしましょう。はい、はい、牧場完成。すぐ完成しちゃったよ。カットした意味あるのか。後ろにで羊とウサギとかを入れたんだけど、なんかもうすでになんか脱走してるやつがいます。よし、じゃああとはね、家の周りにやっぱ焼却炉が欲しいよね。いらない雑貨を焼き捨てるところ、ここら辺に作ろうかな。ちょっとここ柵さずらして、ここに置こうよ。行きましょう。じゃあここちょっと壊して。いいよ。はい。おう、面白い。山を削って、じゃあ柵やるからさ、あんたさ、それも焼却で。はい、ちょっとここ削って。どのぐらいマス必要かな。そんなにいっぱいはいらないと思います。どれぐらいかな。ここ壊しちゃう。レンガの方がいい。レンガにしましょうね。レンガ色、レンガ赤レンガ、赤レンガ。これ、これなんだこれ。レトロレンガってあるよ、これ。レトロレンガ。間違った。これ。あ、何これ、レトロですかね。不思議な色。どんな大きさにするの？そんなに大きくなくていいんじゃないですかね、焼却炉。こんな。ちょっと時間戻すよ。ほい。結構大きい焼却炉になっちゃう。かなり大きいですね。ここになんか溶岩系みたいなの入れてる。溶岩系を一マス下に。じゃあ、うわ、明るいのかこれ。明るいですね、赤くなってます。
お、地震？え、地震来た。地震ですね。おい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 、地震、避難しなきゃいけなくなるぞ。地震だ。やばいやばい、地震だ、地震。でかい地震だな、これ。結構でかい。うん。まだ揺れてるよ。どこが揺れてんだろう、これは。いいからもう早く実況するよ、実況。はい。これガラスの方がいいんじゃない？あ、ガラスの方がいいですかね。確かに消去プロですもんね。肩ガラス。あ、これいくないですか。いいんじゃない？屋根つけます？これなんかさ、松明の方がいい。これじゃちょっと、奥側にもあった方がいい。用がもう一個置いてほしい。あ、いい、なんかスタイリッシュな感じですね。あれ、これどうやって思うんだっけ。あ、そうか、こうか。石、壁。石？石を置くの？これ、あれです。あの、煙突。あ、煙突ね。消火焼却量だから。それ真ん中に置いた方がいいんじゃないの？真ん中、ここら辺がいいですかね。2本ぐらい。どうですか？いいんじゃない？また白くするよ、あ、ちょっと汚い雲出しましょう、じゃあ。汚い雲か。ないですかね。灰色？灰色。色つければいいんじゃないの？あ、そうですね。なんかペンキがあったじゃん。ライトグレーキューブってのもありますよ、でも。ライトグレーキューブ。空を飛んで、どれ、ライトグレーキューブって。これ。あ、これか。なんかもうすでにさ、遠くから見ないとさそういうのに見えないわけなんだからさ。そうですね。そこにつけちゃうとなんかねえいらないんじゃない？いらないですかね、これでいいか。なんかすごいデブなあれだねデブですか？デブだよね、完全に。あ、確かにそれでいい感じですね。なんかこれをこれで、あ、素敵素敵。あ、なんかすごいスタイリッシュな。いいじゃん、これちょっと柵でちゃんと囲んで、これ。はい、柵柵。あ、そうだ、このパイプつければよかったのかもって思ったんだ。パイプ？パイプを、あの、煙突にしちゃえばよかったかな。どれ？よーし、ほら、パイプ完成。ゴミ箱。ゴミ箱じゃん、これ。いや、パイプです、それは。屋根に。へえ、いいんじゃない。この木何ですか？知らないよ植えてたのかと。誰か植えたんじゃないの？植えてないですよ。じゃあちょっとこの辺しよっか、とりあえずこの回はさ。はい、じゃあ焼却炉ができましたということで。よいしょはい、皆さん、これが焼却炉でーす。はい、なんかこれでまた進化するといいですねなんかあれ、奥の桜の木かなんかがさ一体化してますね、じゃあ、ご視聴ありがとうございましたありがとうございました。また見てね。